こんにちは、中央区です。今週のラインナップです。区内のイベントや出来事をお伝えするトピックスでは、終戦記念日に国鳥の鐘をつく会と、環境情報センターで開催中の企画展ザ南極展の様子を、区政情報をお届けする中央ブックマークでは、第3回東京国際合唱コンクール in 晴海のご招待について、特集は区内施設紹介と題して、昨年リニューアルオープンした月島スポーツプラザをご紹介します。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの荻野直美です。緊急事態宣言が9月12日まで延長されました。まずはこれに伴う区の対応方針についてです。現在、東京都には緊急事態宣言が発令されており、期限が9月12日まで延長されました。これに伴い、東京都から緊急事態措置として、混雑した場所等への外出を半減することなどの要請が出されました。区としても感染状況の推移などを踏まえ、適切な対応を図ってまいりますので、引き続き感染症対策にご協力くださいますようお願いします。各施設の利用時間など詳しくは区のホームページでご確認ください。また感染再拡大に伴う新しい日常の実践についてのお願いも掲載していますので、こちらも改めてご覧ください。都内では新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、対応病床がほぼすべて使用されるなど、医療機関の逼迫が続いています。特に20代30代の感染割合が高く、家庭内感染も拡大しています。引き続き不要不急の外出を控えるなど、感染リスクを極力避け、命と健康を守る行動をお願いいたします。続いて、新型コロナワクチン接種に関するお知らせです。区では新型コロナワクチン接種の対象となる12歳以上の方に接種券をすでに発送しており、予約を完了された方から順次接種を行っています。現在、国からのワクチン供給量が十分でないため、予約が取りにくい状況になっています。この度、10月上旬までのワクチン配分で、12歳以上の区民の8割が2回接種するために必要な量を配分するという国の考え方が示されました。これを踏まえ、区では区民の皆さんが早期に接種できるよう接種体制を変更して取り組んでいます。詳しくは中央区新型コロナワクチン接種特設サイトをご覧ください。区ではワクチン接種のために電話やメールで金銭を求めることはありません。新型コロナワクチン接種に便乗した詐欺にご注意ください。続いて、今週のトピックスです。8月15日日曜日、実施公園で終戦記念日に国鳥の鐘をつく会が行われました。江戸時代、時を告げる鐘として設置され、東京都の有形文化財に指定された国鳥時の鐘。この行事は終戦記念日に時の鐘をつき、戦争で亡くなった方々の冥福を祈るために、小伝馬町一信町会により開催されています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、例年より規模を縮小して行われたこの日、正午の時報に合わせ、町会長の森信夫さんが最初の鐘をつくと、集まった皆さんは1分間の黙祷を捧げました。その後、皆さんは次々に鐘楼へ上がり、一人一人鐘をつきました。恒久平和の願いを込めてつかれた鐘の音は、町に響き渡りました。
現在環境情報センターでは企画展ザ南極展を開催しています。日本から遠く離れた南極では世界各国から集まった研究者が観測基地を作り、60年以上にわたり観測を続けています。日本も昭和基地をベースにオーロラの観測や厚い氷床の掘削、鉱物の調査や隕石の収集、動植物の調査など幅広い活動を行っています。今回の企画展は、来場した皆さんに極地への興味関心を持ってもらい、地球環境について考える機会にしていただこうと開催しています。南極がどこにあるのか、どうやって行くのか、何を観測しているのかなど、分かりやすいテーマでまとめ、パネルの展示や映像を使って詳しく解説しています。環境情報センターの企画展、ザ南極展は9月12日日曜日まで開催しています。ここまで区内の話題を2つお伝えしました。続いて区政情報をお届けする中央ブックマークです。今回は第3回東京国際合唱コンクールin 晴海のご招待についてです。第3回東京国際合唱コンクール in 晴海が9月23日木曜日祝日と25日土曜日、26日日曜日に第一生命ホールで開催されます。区では一部の公演に区内在住の方をご招待します。対象の部門は児童 J、シニア、児童 S、 室内、同性、混声、フォルクロア、オンライン、ユース、現代音楽です。チケット種別は会場チケットと動画配信形式でお楽しみいただくライブ配信チケットの2種類、ご希望の方は8月31日火曜日までにはがきまたは区ホームページの電子申請でお申し込みください。会場チケットをご希望の方で車椅子をご利用の方は備考欄に車椅子使用の旨を明記してください。ライブ配信チケットをご希望の方は動画配信サイト在庫への登録が必要になります。詳しい利用方法は当選者宛に後日お知らせします。申し込み方法など詳しくは区のお知らせ中央8月11日号8面でご確認ください。チケットに関する詳しいお問い合わせは文化障害学習課文化振興係までお願いします。続いては特集、区内施設紹介です。今回は昨年リニューアルオープンした月島スポーツプラザをご紹介します。月島1丁目にある月島スポーツプラザ。区民に体育及びレクリエーションの場を提供し、心身の健全な発達や社会体育の振興を図るため平成3年にオープン。機械設備の更新などに伴う大規模改修工事を終え、令和2年8月3日にリニューアルオープンしました。月島スポーツプラザ館長の田中です。当館では温水プールをはじめ様々な施設がございます。今回は皆さんがご利用していただける施設をご紹介いたします。
施設地下1階には一般用プールと子ども用プールの2つの温水プールがあります。一般用プールは全長25メートル、水深は 1.1 から 1.3 メートルで、水温は30度に設定されています。コースは6つのコースに分かれていて、混雑具合によって親子コースや初心者コースなどを設けます。また天気が良い日は夕方まで天井を開放しています。子ども用プールは水深およそ 0.8 メートルで、水温の設定はこちらも30度。プールの底にはカニやイルカなどの可愛らしいキャラクターが描かれています。プールサイドは滑りにくい素材に一新、転倒防止などにつなげています。施設には2つの武道場があります。第一武道場は畳63枚を備え付けており、広さはおよそ130平方メートル。主に柔道や合気道などでご利用いただけます。第二武道場は木製の床で、広さはおよそ170平方メートル。主に剣道やエアロビクスなどでご利用いただけます。どちらの武道場にも更衣室を設置しています。会議室は12畳の和室で、主に会議や研修などでご利用いただけます。現在は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、利用人数を4人までに制限しています。武道場と会議室は利用希望日の前月1日から利用当日までの間に直接来館し、利用料金をお支払いいただくことで申し込めます。なお、重複があった場合は抽選となります。申し込み後の変更、利用料金の返還はできません。施設はこのほか、新しく多目的トイレを設置。障害のある方、乳幼児連れの方にも使いやすいような作りになっています。アルコール消毒液、非接触型体温計など、感染拡大防止策を徹底した上で開館しております。月島スポーツプラザはご覧の時間で営業しています。施設の利用料など詳しくは月島スポーツプラザのホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の感染状況により利用制限を追加する場合や施設を休館する場合がありますのでご了承ください。続いて中央区からのお知らせです。区では新型コロナワクチンの接種を受けた方で海外渡航のためワクチンを接種済みであることを示す公的な証明が必要な方に対し予防接種証明書、ワクチンパスポートを発行しています。申請は郵送のほか保健所窓口でも受け付けていましたが、緊急事態宣言が延長されたことを受け、来所による感染リスクの低減を図るため、8月25日水曜日から原則郵送のみで受け付けます。申請書の郵送先は中央区保健所健康推進課ワクチンパスポート担当までお願いいたします。さて、お伝えしてまいりましたこんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は8月29日日曜日です。それでは。